地区にああるるスキー場である1981年以前から企業経営で県内3番目にスキー場は開設されていたが1981年現在の運営により継続された標高は515メートルで富山県内のスキー場では最も低い1976年には約10万人の入場者があったスノーボードは 全面滑走可能。ナイター営業は2017年冬から終了。ここのスキー場では、目前の都並平野の三居村風景は、もちろん、晴れていれば遠く、立山連峰や日本海など絶賀な展望を楽しむ、ことができる。冬以外には四季折々の花が、ゲレンデ全体を彩り、春は水仙、秋はコスモスの名所としても広く知られる。特に10月に模様される。 夢の平らコスモスウォッチングは、春の、と、波チューリップフェア、梅雨時の来世の森での、花あやめ祭り聖火事の、と、波カンナフェスティバルと並ぶ、花の町、と波市を代表する花のイベントである。近年では、レストラン、宿泊施設、夢の平らコスモス層も新設された。2019年から2020年シーズンは、暖冬の影響で、 会場以降初めて1日も営業できなかった。中間駅があり、上段の幅狭い急斜面を滑りたくない初心者が降りれるようになっている。ありがとうございます。